シャラポ集めの方がいいか。そうだな、うん、そうしよう。森の奥クッション、うん、その10パーにかけるんだったら施工回数が多い方がいい。いや、ほん 1.1 倍、2倍になって2倍だけの 1.1 倍だから王者の印を森の奥に戻せる。分かった。確かに必要だわ。よし、さあ行くぞ、さあ行くぞ、よっしゃ行くぞ。もうこれ何の憂いもない。待っていたよ加藤君、君の実力ならいずれここまで来ることは分かっていたよ。何も言うことはない。ただ どちらが強いか戦って決めるだけだ。最強のトレーナーとしてリーグのチャンピオンとしてドラゴン使いの渡る、いざ参る。何このクソ鳥肌 BGM、 勝たせていただきます。いいじゃろ。ダメージゲッチ56、乱数か。よし、甘えたなギャラドス。スピーダーは使っちゃダメ。万が一カイリーの上取っちゃった時に、これクリティカッター使えたらでかい。 OK、 いける。そんで違う、これギャラドス落とさずに相手に使わせれば。うわー、お前どんなに張り切ってんだよ。いやー違う、積んでる意味ね。これ雷絶対打てる。いや雷耐えるか。あ、わかった。あー、まあ、フリッチ雷だもんな。まあ、ご飯は給食だから。あ、ザンクなんだ。なるほど。まあ、ここは気につく薬を使わざるをね。こいつが落ちるかどうか見る。おいおいおい、
ザンクがよ。ここね、回復の薬じゃね、これでやるな。しゃあ、ドラゴンダイブ打ってくるんだったら回復の薬使う。絶対食らわねえ。一番最強火力は滝の方。あー、なるほどね。このヒルミコ73ランス。なるほど、こいつ的確すぎる。やるね、必死だね。なるほど、オッケー、よくわかった。だったらこのままマリック行って森の王出して元気の塊使う。これ以上回復の薬は切りたくない。これ切るわ一旦。万が一あそこでエアスラ使われたら満を持して登場、我が名は森の王ピーキュー。どうやって
発動してるぞ。ハンバーグだ、絶対ハンバーグ。なめんなよ、丸く抜かれる。おいおい、まさかエアスラ PP 切れちゃったんすか。これ 100% 勝ちに行くわ。100% 勝ちに行く。これ 100% 勝ちに行く。さすが大変だ。激凛だったら絶対確定って耐えるでしょ、こんな。アバよ渡る。クソくらだわおい。クソくらだわ。おめっちゃアクションで負けてたわ。あんめ。あんめっちゃ強え。クソヒヤヒヤした今。しゃー。チャンピオンの渡るとの勝負に立った。勝った、終わった。だけど不思議な気分だよ。きっと負けた悔しさよりいいチャンピオンの誕生に立ち会えた喜びの方が大きいからかな。強くな、あ、待って、お前まさか、だがもう俺はチャンピオンじゃないみたいなこと言うんじゃねえぞおい。強くなったね加藤君、本当に強くなった。トレーナーの君が正しくて強い心を持てばポケモンもそれに応えてくれる。そしてトレーナーもポケモンもどんどん強くなっていくんだ。あ、くるみちゃん、あ、終わっちゃった。もう博士が恐るからですよ。おお、加藤君、久しぶりじゃの。いやー、たくましくなったの。ポケモンリーグ制覇とは本当に本当にすごいことじゃ。君がポケモンへの信頼と愛情を忘れずにコツコツとやってきた結果が実ったのじゃよ。いやー、ポケモンたちも偉いぞ。ポケモンもトレーナーのことを信じているから頑張れるのじゃ。加藤君、本当におめでとう。じゃあ新しいチャンピオンのインタビューです。なんだか騒がしくなってきやがったな。加藤君ちょっとついてきてくれないか。この部屋に入るのも久しぶりだな。ここはリーグチャンピオンの栄光を称えるため、激しい戦いを勝ち抜いたポケモンたちを永遠に記録する場所なんだ。今ここにポケモンへの優しさと信頼、自分への強さと厳しさ、大事なものを持った新しいリーグチャンピオンが生まれた。さあ加藤君、君とパートナーを記録しよう。クソかあこい。ディープマニア、ありがとう、マジで。ちょっと感傷に浸らせてもらっていいか。マリ君よく頑張った。
で森の王よく頑張った。ありがとう森の王、お前が照らしたな。かっけー、なにこれ、めちゃくちゃかっこいいやん。なあ、めちゃくちゃかっこいいやんこれ。シャメ飛んべ、あちょ、あれ俺携帯が今、あちょっとシャメ撮ってくれ、みんな俺に送ってくれ、おいおい、シャメ撮ってくれよ。俺も携帯充電切れてんだよ、シャメ撮ってツイッターにあげて、おい俺あれになったよっつって、おい、シャメ撮って送ってマジで。クソかっけー、いやー、なんとか何回目の挑戦だ、5回目の挑戦にして、ポケモンセンター封鎖のお知らせプラス加藤純一 ADHD 縛り無事クリアできました。最後から2番目の戦いは本当にマジで地獄に1本だけ蜘蛛の椅子糸がタラーって垂れてきて、もうあれマジで苦しかった。あそこはもう本当に苦しかった。あれはもう本当に涙が出そうだった。俺本当に昨日のキングドラといい、やっぱ最後まで諦めないっていうのは大事だな。あそこだってぶっちゃけみんなさ、あ終わったなと思ったでしょ。あ終わったって、あそこよく手繰り寄せたよな。あれすげえ底力見せたよな、あれな。研ぎ澄まされてた本当に。あれはもうマジで研ぎ澄まされていた。最後までやっぱ諦めないという気持ちって大事だなと本当に思ったわ。爪を信じてギャウギャウしなくて本当によかっただろう。俺も一瞬心が、ああ楽になりたい、早く爪を信じてガウガウしたいって俺も思ったよ。ギリギリのところで俺踏みとどまったわ。いや違う、ちゃんと PP 枯らさなきゃって。あれ危なかったよな。いやー今までで一番苦戦したな、これ本当に。ポケセン縛りって2回目なんだけど、多分俺の YouTube のタイムシフトバーって見ていくと過去にやってるんだけど、前回はファイヤーレッドでやったのか、リーフグリーンかファイヤーレッドでやったんだけど、その前回よりもちょっと難易度が異常に高かったね。でもその分ね、やりごたえがあってめちゃくちゃ面白かったわ。やっぱポケモンって面白いな。ちょろっとやるかみたいなノリで始めたけど、がっつり3日間、1日なんか平均8時間ぐらいかけてやっちゃいましたね。増田純一は親子じゃん。俺と増田が結婚したら両方加藤純一じゃん。怖っ、クソ怖くね。俺がホモだったら増田ママに会いに行こう。もしかしたらなんか言うかもしんない。ちょっと待って、ちょっとママに会い、ママに会いに行こう。俺の家を、あ、俺の家を包んでいたガスが消えてる。夢じゃないんだ、息が吸える。あら加藤なんでお母さん俺の名前名字で呼ぶの。呼んでよ純一って。すごい他人、まあいいか
宇津木博士があなたに渡したいものがあるって。ママ、そんなことより親子の会話をしようよ。ママ、なんでそんな機械みたいになっちゃった。ママが、ママやったよ、ほら森のママに挨拶して、これが俺のママだよ。ちょっと宇津木博士会いに行こっか。ママタウンマップちょうだい。あと、いや加藤君待っていたよ。今日君を呼んだのはあげたいものがあるからなんだ。いやー素晴らしきメンバーだ。ちょっと一回振り返ろっか。森の王、その名の通り太古より時代を超えて生きな、いや森の王だ。とにかくアンジェリーこいつよく頑張ってくれたよな。挑発で頑張ってくれたよな。途中加入だったけどやっぱ素早さ生かして頑張ってくれたね。序盤から中盤にかけて、また終盤の電気タイプのポケモンにかけてはすごいピンポイントで頑張ってくれたな。なんとこの縛り5回連続5度目の登場、ウィル君強かったよ。なんやかんやでこいつ、なんか今思い返せばメスが出てきてさ、5回連続ぐらいでモンスターボール外して前途多難だったな今思えば。そしてマリック4年、マリック5年連続5回目の登場、マリック闇マリック、なんやかんやで頑張ってくれたよね。あの転がるを使って PP を節約してくれたマリック、マリックイシュタル。てかさ、何気にさ、ねえちょっと待て、こいつがさヘルガーのさ闇の波動耐えてなかったらやばかったよな今思えば。マリック、あ、性格がずぶといって助かった最高マリック最高。まさかそんな副産物が。いや、シャラポワもめちゃくちゃ頑張ったなこいつな。めちゃくちゃ頑張ったね。主に回復、時には攻撃、なんだかんだ影の MVP なんじゃないかっていうぐらいシャラポワめちゃめちゃ頑張ったよな。とんでもないぐらいの仕事量だったよな。そしてなんといってもよ、助っ人外国人の DV マニア、もう他を寄せつけぬほどの数値で殴ってくれた。で、渡る線を予想してこいつ捕まえたんだけど、だ渡る結構さ自分の思い通りにことが進んだのは本当こいつのおかげだわ。文句なしのエース。そしてなぜ俺がチコリータを選んだか発表しましょう。僕はチコリータが可愛いから選びました。ただそれだけです何かいけないですか。僕チコリータ顔が可愛いと思って選びました。言ってただろ、なんかか、なんかの聞く子が強いポケモン、弱いポケモン、そんなのいっぱいいるけど、あなたのポリシーは何？私のポリシーはね、水ポケモンの攻めまくることよみたいなこと言ってただろ。好きなポケモンで勝ちたかったんだよ。よう頑張ってくれたわ、なんだかんだで。このパーティーでね、この森の王の仕事、一個すっごい大きい仕事してたのみんな気づいた？一個ものすごい仕事してたんだけど気づいた？何だと思う？まあ秘伝もある。いやもうそんなのはまあでももっともっともっと大事な、俺的にはものすごい大事、本当に大事な仕事一個だけあって、
あのチコリータへヘイトが向いて俺がミスした時に俺の心がぶれないってコメントが、だからチコリータやめろっつったんだよみたいな、俺のミスを全部こいつが背負ってくれた影の立役者だな。ありがとう、お前のおかげで楽しく実況できた。俺なんかあれだもん、手つないで実況してた気分だったもん。森の王って神様とピッコロみたいな存在だな。俺がピッコロ、こいつは神様だ。いやー素晴らしいパーティー、絶対こんなパーティーでクリアしたやついねえだろ。何このパーティー、きっしょ、でも好き、みんな大好き、かわいすぎる、かわいすぎないかこいつ。よかった。最高のパーティーだったな。名残惜しい。わかったよ。私のお父さんたらね、加藤君のことを立派なトレーナーになるぞ。なんて言ってるのよ。博士気取りなんだから、もう嫌になっちゃうよね。じゃあ頑張って、また電話するかもよ。ピッ、てか、お前誰？ねえ、ことなんて誰？ハートゴールドの七不思議だな。ということで皆さん、こんな時間になっちゃいましたけどね、たくさんの皆様が最後までお付き合いいただきまして本当ありがとうございました。なぜこの時期にこの縛りをやったかと言いますと、私ですね、ついにポケットモンスター、ウルトラサン、ウルトラムーン、レーティング業界に、大海原に船を漕ぎ出そうと思っております。そちらの方もぜひ見ていただければなと。加藤純一参戦。でもなんかこの縛りを、ね、クリアして弾みをつけてから行きたかったんでね、そちらの方も見ていただければなと。殴り込みかけていきます。ちなみに次回ポケモンが発売、次回作次回作のポケモンが発売される暁にはまたね、ちょっとポケセン縛りできたらなーなんてね思ってますよ。ということで皆さん本当に5000円ありがとうございました。僕はとにかくクリアできて嬉しいです。もう一回最後にあのパーティー見せよう。お疲れ様でした。可愛いな。